第3紫小山トンネルは、鹿児島県泉市高尾野町芝引きと鹿児島県薩摩仙台市上場町を結ぶ九州新幹線の鉄道トンネルである。泉駅と川内駅間に位置する。泉山地の最高峰、紫小山を鹿児島県泉市、阿久根市、薩摩仙台市にまたがり貫く。現在の九州新幹線、博多鹿児島中央間では、 地区トンネルに次ぐ長さのトンネルである。整備新幹線の建設凍結を解除して着工することが検討された際、九州新幹線の優先順位は低く評価されており、最初の着工区間に入る見込みが薄かった。しかし、上越新幹線の建設に際して、地質の悪い区間のトンネル工事に手間取って開業が遅れた事例を引いて、 南高寺が予想される区間だけ先行して着工することを地元の政治家である小里里都氏などが強く主張し、結果として政府自民党の合意書の中に南高寺区間の早期着工という一文が書き加えられることになった。これに伴って九州新幹線の中で最初の着工区間として1 9 8九年八月八日に薩摩郡統合町藤川あざ 中津又において南工事安全祈願祭が行われて工事が始められることになった。これは北陸新幹線の本格着工に遅れること6日で実質的に同時着工にこぎつけることになった。岩盤は激しい変化に及ぶ砂岩層など亀裂や湧水に悩まされた。1991年9月に鹿児島ルートの本格着工がなされた。 1999年11月27日に、アクネ市鶴川内付近の港内で、貫通式が行われた。総工費は、約260億円であった。その後、レールの付設や、電気関係の工事などが行われ、2004年3月13日に、開通を迎えている。第3紫小山トンネルの北高区からの遊水は、 当初近くの高尾の川へ排水する計画となっていたが、出水群高尾の町からの要請で道庁の鳥越浄水場へ2001年3月22日から、有水量を1日、約2万千トンのうち約4千トンを送水して、浄水道に利用している。ありがとうございます。